おはようございます誰が読んだか心優しきパンクロッカー山田バサラです今日お伝えする動画はですね日曜日になりますので日曜日恒例のですね一発撮り文字編集とかねまあこの色のね加工も一切なしでね えー、一発撮りでお届けする、日曜雑談でね、えー、緊張しますね、いつもね。もうこれ押した瞬間ね、もうあの、取り返しが効かないぞっていう気持ちに、ねえー、なるんですけれどもね。今日ですね、皆さんに、えー、お話ししたい、えー、話題、タイトルはですね、人は影響されやすいというですね、まあ、お話をですね、 えー、まあ中心にですねまあ今沖縄を巡る音楽の旅というのをやってきましたのでまあそれについてもまあちょっとこうまとめという意味でですねタクさせていただこうと思いますいやーあのまあもう皆さんもご存知だと思いますけれどもすごいことがね政治の世界で起こってしまいましてですねまあ僕がどういう切り口でねあのお話誘拓 えー、しようかなというふうに思ったときにですね。まあ、あの、僕がね、あの、ちゃんと、まあ、責任を持ってですね、こう言えることはですね、先ほどタイトルでもね、お伝えしたみたいに、人はですね、影響しやすいですね。影響されやすい、えー、生き物だっていうことなんですよね。影響されやすい生き物。あのー、 僕自身もね、結構影響されやすいんですよ。えー、ミュージシャンとかさ、作家さんとかさ、影響されやすいんですけどもね。なんか今はですね、まあもうそれにね、最近は輪をかけて、もう今ネットの世界でさ、もういろんなね、あのー、動画とか、またはですね、まあツイッターとかでね、あの文字情報がね、たくさん入ってくるもんですから、まあ例えば人のね、あの、いいところもそうですけれども、何よりですね、人のこう、 悪口とか、揚げ足とかね。そういうのがやっぱ目立ってですね、あの、影響、影響されちゃいけないぞって分かってながらですね、影響されることって僕自身あったんですね。えー、例えば昔、ヤフーのね、まあ、記事のね、記事に対してコメントを書くみたいなですね、え、のがあって、僕何回かこのヤフコメっていうのを書いたことあるんですよ。でね、その時、書いた時はですね、書いた、書き始めた時はね、結構丁寧に書いてるんですけども、だんだんね、なんかこう、 影響されちゃって、こう、ヤフ、ヤフーのコメントにね、あの、記事にね、コメントを残す方たちのね、ちょっとこう反発した言葉とか、それに影響されちゃう時があって、あ、これってやっぱり、あーなんか、なかなか制御をね、あの、自分でセーブするっていうの難しいなというふうに思ったことが、僕の経験としてあるんですよね。だから、なんかこう、おそらくね、なんかこう、初めからですね、なんかこう、僕みたいに抑えようと思っても、 出ちゃおうっていうことは、なんかこれ書いてやるぞとかね、あいつ気に食わんって思ってる、もう初めから書こうと思う人はですね、もうどんどんね、あの、言ったり書いたり、また、見たえ映像とか、えー、言葉とかに対してですね、だろう俺もそう思うんだよみたいな感じでどん,どん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 こう、悪循環していくってことがあると思うんですよね。なのであのー、影響されやすいこう、ものなんだなと思って、思ってですね、やっぱりあの、皆さんね、あの、僕自身もそうなんですけれども、 あの、言葉とかね、言葉遣いとか、例えばこういう僕も目線とかね、こういうね、仕草もそうですけれども、そういうのでね、人のね、あの、心っていうか、を伝えるね、あの、ことって大事ですのでですね、皆さん本当に姿勢って大事ですので、あの、本当ね、あの、なるべくね、皆さんあの、カッカッしないでね、クールダウン、クールダウンしてですね、生きてほしいんですよね。あの、なんていうかな、あの、 まあ僕ね、今、こう、音楽をね、まあ、今回、沖縄を、沖縄を巡る音楽の旅っていうのをやってきましたけれども、あの、その時にね、僕自身がね、あの、心からね、あの、感じたことがね、ありましてね、やっぱ人間ってね、普段聞いてない音とかあったりするんですね。で、あの、聞こえてるはずなのに聞いてない音っていうのもあるんですよ。で、 聞きに行けるのに聞きに行かないでそこで止まっている。例えば、あそこに行けばギター弾けるんだけど、なんかちょっとめんどくさいから、別にな、弾いたところで、まあ、あの、大して変わんないかなっていう思ってですね、弾かないってこともあるかもそういう音っていうのもあるかもしれませんけれどもね。あの、でもね、やっぱとにかくね、人間ってあのき、人間の、人間の生きてる世界っていうのはですね、思った以上にですね、あの、いろんな音がですね、えー、音に溢れてますのでですね、皆さんね、あの、音とか、 景色とかね。あの、逆にね、普段見てない、見てない景色、シャットアウトしてる景色とかね、そういうのを見るっていう意識っていうのはですね、非常にね、あの、こう自分の心を整えるのにね、いいんじゃないかなっていうふうに僕自身こう思ったんですよね。あのー、なんかこう、僕自身、今回、まあ、僕自身が歌うタなので、まあ、あの、自分の こうまあ、音とかねえまたは音楽そしてあの沖縄はね僕沖縄に住んでるので沖縄をね通してこうやってねあの皆さんにねタクしておりますでその時にねあのまあ、やっぱりこういろんな方からねコメントを頂い,いてねあのとってもねあの心がこう穏やかになったりとかね逆に元気になったりすることがあるんですけれどもねやっぱその中で一つねやっぱりこうバサラさんあの本当ねあの毎日の生活ではね結構あの、まあ、あののまこうやってね、えー 大変な時もあるかもしれないのに、笑顔でね、あの、こうやって画面に向かってくださってですね、非常に、あの、なんかこう、素敵みたいなことをですね、書いてくださる方がいたんですよね。あまあそその、それに関して言うとですね、今回ね、まあ僕自身音楽をめぐるあ、沖縄をめぐる音楽の旅っていうのを始めてね、時にですね、うちのあの妻がね、えー、ちょっとこう体調を崩して、まあちょっと精密検査を 受けるというですね、こう、同時進行でね、えー、こう、旅を始めたと同時に、こう、妻のね、体調を気遣うというときにね、やっぱりね、もう、正直言ってですね、もうこう、本当こう、動画を撮ると、どころじゃない、ないっていうか、まあ,あ、何もしたくないっていうね、もう本当に、っていうね、あの、気持ちにね、あの、なりたいなっていう思うことがね、あの、ありましたですね。まあ、でも、あの、 やっぱり僕自身これ毎日動画をね、あの皆さんにお届けするっていうのが、まあこれは僕自身のですね、まああの、ある意味使命感を持ってやってますしですね、または楽しんでくださってる方がいるのでね、その方とのまあ僕自身の勝手に思ってる、あの約束事だと思ってますので、あのそういうことはですね、あのしっかりですね、こうどんなに、え、ちょっと体調がね、あの、自分自身がちょっとこうきついなと思う時でもですね、こうやって、え、動画をですね、残したいなという風に思ってやってきました。 ので、なんか、これも僕にとってね、ちょっとこう、いい、なんていうかな、あの、修行って言ったら変ですけれどもね、こういう時でも、えー、なんかこう、身内に何かちょっとこう、心配事が起こった時でも、こういうね、やるべきことをちゃんとやろうということをね、えー、僕が今やってるっていうのは僕にとってもチャレンジなんですよね。だからなんかこう、楽しいことっていうのはさ、あの、やっぱりね、あの、結局こう、 何が楽しいかっていうと、一生懸命やってるから楽しいんですよね。苦しいっていうことがあるんですよね。やっぱこういう動画を毎日投稿することは楽しいけれども、やっぱきついなということを思うときも確かにあるんですよね。こういう何かこう、周りで何か異変が起こると。でも、そういうことをね、あっても、あ,あ、頑張って、やるぞ見てくださってる方が一人でもいるぞ ねいいね押してくださってる方が毎日1人でもいるぞ2人でもいるぞと思うとですね頑張ろうっていうふうに思うんですよねなんかそうやって僕がですね毎日動画をですね投稿しておりますなのでねあのー、まああのこうやってねえこう YouTube のコメントでね、温かいコメントをね、言葉をいただいたりとか、逆にですね、逆にっていうか、あの、別にですね、あの、Twitter の方でもですね、まあ、それに関連したことをですね、えー、動画で大きな旅してますよなんてアップするとですね、コメントをいただくことがあるんですよ。まあ、その時にね、あの、やっぱりね、 ええー、まあ、あの、これは悪口じゃないですよ。あの、ちゃんと、ちゃんとお伝えし、ちゃんと言ってきますけれどもね。えー、例えば、バサラさん、やっぱねや、バサラさんの動画見て、あの、バサラさんのこう、ツイッター見たら、沖縄をね、やっぱ僕も昔住んでて思い出すね、みたいなね。で、また、今度会える、沖縄でね、会えることがあったら一緒にね、遊びに行きませんかっていうね、遊びに行きましょう、みたいなね、コメントいただくとね、昔だったらね、あ、いいですね、そうしましょうって流してたと思うんですよ。でも僕はね、そういうコメントをくださる方は、 1>, 1対1だと思ってるのでやっぱりちゃんとね心を込めてお伝えしたいんですよなので自分が責任を持っていることはあの、まあ、すぐ会えることはちょっと僕自身会うことはちょっと僕もねあのどんな方かわからないので、うん、こうネットでしかねお会いしたことないのであのはっきりとねああいいですよって言えないけれどもまずはね僕のライブをねひょっこりでもいいので、ね、5年後でもいいので僕も頑張って続けるので。 見に来てくださいねで。そっからね、ちょっと気があったら飲みに行けるかもしれませんねっていう、もうこれが、これの僕の本音なんですね。昔だったら、なんかもうね、まあまあ、まあそうですね,ね、飲みに行きましょうね、遊びに行きましょうねっていうのを、でも僕はね、本音で付き合いたいんですよ。一人一人と。なのでそこはですね、僕の心、心,心であり、心意気なんですね。そういうことをね、分かっていただけたらいいなというふうに思います。 ええー、まあ、今ね、僕、しばらく、沖縄を巡る音楽の旅っていうのをやってきましたがね。まあ、今日の日曜雑談でひとまず、ひとまず、ひとまずですよ。ピリオドを、ええー、こう僕自身今日ちょっとね、えー、打ちたいと思います。あの、いずれにしても、どっちにしても毎日僕は音楽の旅を続けてますのでね。ただ、まあ、あの、ちょっとね、またこう、 週明けっていうか、まあ、月曜日以降からね、まあ、あのー、ライブの告知とかねえ、他にもやるべきことがたくさんありますのでえ、お伝えすることがまだまだたくさんありますので、まあ、沖縄を巡る音楽の旅っていうタイトルはまたね、後ほど。 えー、やりたいと思いますのでですね。皆さん、本当にね、今回は楽しい沖縄の旅ができました。そして、毎日こうやって動画でね、えー、僕を更新することでですね、少し成長を、いただいているような気がしますので、改めて感謝します。えー、一人一人にですね、僕は声をかけているつもりでですね、えー、こうやって、えー、ゆユンタクね、こうやって、ちょっとね、髪み,みながらもやってますので、どうぞ皆さん、引き続き、えー、山田バサラのサラバンジだより、ユタサラグッズ、ウニゲサビラ、今日も一日、 サラバンジー、そして素敵な日曜日をお過ごしください。